はい、2016年、ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり、1億円近く投資をしておりました、世界バイナリーオプションスペシャリストとしての半間岩先生です。2017年は世界第2位でした。現在、ズルトレーダーは AFX 統一となっています。で、ちょっとくたべれながらね、還暦になってしまったもんですからね、先月。だいぶ疲れてきまして、で、なかなか稼ぐのは難しくてですね、難航しておりまして、一個ずつの試験投資ですね、これをちょっとやってまして、ライブからね、ライブ11連敗したんで、ちょっとやめまして、デモでやってます。それでね、一個ずつ投資した方がいいということが分かってまして、やっぱり自分の考えではちょっと難しいということでね、コンピューターだけの分析だけでの方が勝率がやっぱ正確ですね。でですね、ちょっと待ってね。こちら仕事用に使ってて、使ってます。こちらで流してましてね。で、こちらでね、デモでやってます。デモでね、やってまして、今、5160円だから、160円の利益だけですね、今のところね。今、1個取ってして、これ勝てばいいんですけども、昨日からですね。シグナルはこうですね。これから出てまして、GBP/USD ですね。どうでしょう、厳しいところですね。左上ですね。67.8% ですからね、勝てると思うんだけどね。さっきの GBP/USD 負けちゃったんですよ。で、CHF/JPY は一回負け勝ちましたね。落っこってきちゃったかな。こうとした感じですね。あ、平気かな。っていう具合ですね。まあ、大丈夫でしょう。自家用ジェット機ぐらいは買えるでしょう。ぐらいはね。きついですね。豪邸の方にしますけどね、自分の生活がしやすいようにね。まあこれは勝ちでしょう。上がってますでしょ、ね、これピントどうだったかする。ピント合わせどうしたっけこれ、ね、ピント合わせどうしたっけこれ。そうそう忘れちゃったな。これだったっけピント合わせ。なんか狂ってんだな、ピント合わせ。もう今、ねえ、ここどうだったっけ、ピント合わせ。ここあんのかな。
食品と合わないね。食品と合わないね。これピント合わせどうしたっけ？これを電源でしょ？ねえ、これを。ねえ、ピント合わせわかんなくなっちゃった。まあ1分ですね、勝ちでしょうね。まあこれは勝ちでしょうね。まあそんなことでね、なんか数本勝以上いつも勝てればいいわけですけどね。またあれで1回負けてまた取り返して、また今回ちょっとリードするかなって、300円でしょうかね。あのそんな感じですね。まあ大丈夫だと思うんだけど、妨害の方が大変ですね、人間の妨害の方が。